ふう、無事に買えましたね。本日発売の数量限定商品、それも誰もが欲する生活品の王様。普通の生活用品とは質が少し違って非常に使いやすくて、ゴールド級。普段で売るなら高値なはずがまさかのセールでお求めやすい感じの値段でしたから、即買い必至でしたな。まあ、お姉さんならとびっきり喜ぶでしょうこと。でも、こう見えてお嬢様だからといって、高いものは何でもどんどんと買ってしまう。なんて贅沢なことはできません。というか、節度を持ってお買い物もしていますし、高級ブランド品とかはあまりにも高すぎて、それくらい余裕があって、買わないものです。なるべくは生活用品をメインにお買い物をしたいからです。なので、無駄遣いはほどほどというか、月に1回、もしくは1年に1回と我慢していますね。なるべくは手頃で買いやすいものだとついつい買ってしまうんですよね。高つくものが激安ならば誰だって、すぐに買ってしまうでしょうから。でも、今回のはいいのを買いましたよ。これでお姉さんも少しはありがたみというものを理解してもらわないといけませんものね。ぐへへへへ。ねえねえ、知ってる？最近さ、変な人が突然と目の前に現れては、私たちと一緒にこの世界を塗り替えませんか？とかよくわからないことを言ってくる人がいるんだよ。これってさ、なんかやばいやつじゃない？お前わらわらそんなのわらわらバカがほざいてるだけじゃん。わらわらそれわらわら、わーわらわら。いやいや、本当にそんなこと言ってくる人が数人いるって言われているんだよ。これって宗教かそういった団体が何かの活動をしてるんじゃない？宗教わらわらくわらわらそんなのをバカの集まりわらわらそれを信じるとかバカわらわらほんとそんなのありえうけつけわらわら。いやいや、腹筋崩壊するほど笑える話じゃないよ。本当にこんなことを勧誘しようとしてくるなんてなんだか怖いよ。マインドコントロールさせようとしてくるんじゃない？宗教って怪しいイメージがあるし。宗教ですか。そういえば聞いたことがありますね。アレスグーテのその昔、蛇の神様を祀るための宗教をしている団体がいたんですよね。その人たちは蛇を信仰しているそうで、そして山にいる蛇を殺したりすると、たたりに遭うとされるし、宗教の手によって、より目につむることもされるって。そんな宗教にいる信者さんたちはそれを信じ、自分たちの世界に信じたことだけを世界に残していく。むむむ。私はそういうことはにわかですし、あまり知らないんですよね。って、そんなことより早く帰らないと、お姉さんが待ってる。ふう、なんとかお姉さんには喜んでもらいました。これで却下されたら、私としてかなショックですよ。でもまあ、元から数量限定だったこともありますし、次またその商品が販売されるか分かったもんじゃないですからね。オークションサイトでも高値で落札されていることもありましたから。まあ、そういった商品はその日に限ってだけ、数量で販売されるってことをあらかじめ確かめておけば、その日に手に入るんです。後で見たら、その時には手遅れですし、お姉さんも限定商品になると、目がニヤつきますからね。私として、何かの試練を受けているみたいですがね。およ、誰かしら。はい、フランドールです。フラン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 。大変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 なのよ。大変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 。変態なのよ、フラン。誰が変態ですか？失礼しちゃいますわね。どうしたんですか？聞いてよ聞いて、業務がね、またしても大変に落気されてしまったのよ。もう私ね、朝晩の卵焼きを優雅に食べれるほど、業務の存在をすっぽり忘れてしまっているわ。お金でフォールなんとか楽しいわー。自慢のことより何優雅にそんなもの食べてるんですよ。すっぽり忘れてるって。どんだけのことしてたんですか？って、フォールガイズしている暇があるんですか？そうね。もうオンライン対戦が楽しすぎて、業務がいなくなってるのを今日気づいたわ。死なんが行方をくらましているのを分かってて、のんきにゲームしてて草。って、なんでいなくなったんですか？覚えはございます？確かね。急に用事ができたから出かけてくるって言ったんだと思う。でも全然帰ってこないし、連絡だって取れないんだよ。もうこれは業務のことだから察しはついてるし、大体このチャンネルでは業務ってそういう役割を担ってるじゃんか。いやいや、何めたいこと言っているんですか。まあ、業務さんは結構街中で見て、目立ちますもんね。それで誘拐されてるんじゃないかって疑って、いると、以前も変な世界に行ったりしたりですからね。あとさ、フラン、今、高級料理食べ放題券を持っているでしょ。この私が知らないとでも思ったら大間違いよ。それを譲って。いやいや、なんでその話になるんですか。てか、なんで私が持っているとわかったの。まあ、その件は後日にしまして、業務さんが誘拐されている可能性もありますね。わかりました。私が捜索いたしますわ。はぁ？またしてもですか。業務さんはかなり狙われているってことがわかることですね。でもどうしてこんなにも業務さんばかりが忌憚に巻き込まれるんでしょうか。業務さんに何かよからぬものがついている。だって、普通ならばそんなことに何度も会うはずがないと思うんですよね。まあ、そう考えると以前のパターンと酷似しそうですが。前回はこの駅前にいたら、突然と業務さんがいましたね。一度あることは二度あると言いますし、今回も、でもさすがに今回はこんなところに来ないでしょうと思うけど。ほら、もう終電が近い時間帯ですし、辺りが静まり返っている。秋の夜に吹く風は涼しいですが、どこか不気味な感じもしています。ダメですね。さすがに前回は前回での出来事だったんでしょうけど。
今回は同じようなことは起きませんね。でも行方をくらましたといえば、他に行く当てが見つからないんです。どうしても用務さんを見たという人がこの駅前に限って言うんです。ああ、吹く風がだんだんと冷たくなってきました。もう今日は諦めて帰るとしましょうか。お客様、お客様。こう女に素晴らしい出来事を体験せずに去ってしまわれるだなんてとんだ損をしていることだ。ほら、振り向いてごらん。え？お客様は苦しんでいるか、苦しんでいるか、自由のない硬くて冷たくて、堅牢すぎる監獄に。そんな足場を眺めつつ、絶望をしているだろうか。もう後戻りのできない自身の人生に悲観しているだろうか。だが、そこで諦めてはいかん。お客様の悩みはこちらで責任を持って保証する。だから、世の情けに嘆くものであればどなたでも勧誘しよう。そうだ。この世では真っ当にやっていくことはできんだろうから。我々と素晴らしい世界を作り上げよう。そうすれば皆も喜ぶものに生まれ変わるだろう。誰もが願いたいものをすべてぶつけよう。そして生きた心地がある世界にすべきだ。当然、我々と共にすべきことに後悔などない。今の人生が嫌ならぜひとも勧誘に乗ってくれ。褒美も報酬もくれてあげるから。ほら、おいでよおいでよ。おいでよおいで私たちだけの世界。その不気味な声は私を呼んでいる。そうですか、やはり信じれば救われる。そうだ、こんな腐った世に散々だなと戒めている。この世は間違っているんだ。そうだそうだ。君は間違った世界の住人にいるんだ。早くこちらへ起きなさい。そして私たちの世界だけに住もう。はい。ギャハハ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 ハ。グハハ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 ハ。ムハハ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 ハ。ムフフフ。ようこそよー。我の信者たちよ。これから儀式を始めようじゃないか。そして我々の手により、こんなくだらない世を作り変えるべきだ。そして、今回も新しい信者が来たのじゃ。以前は白髪の者がおったが、今回は何やら見ない髪をしているそうだ。こいつは我が団体に入れるべきであろう。今後の末裔にもなるであろうことかのか。逃げ出さんように縛りつけて、口封じじゃ。それじゃあ今から儀式を行う。皆の者、やれー。むむむむ。むむむむむむ。ふっふ、恐ろしい目で見ることではないとろうか。いいかい、君はりひさな信者になるんぞよよよ。いいかい、あややや。信者。いやや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 。むむむ。すすかかかかかけわらわらあかかっけけっすぐーぐぐぐや。おわいりりりり。信者。しーいいいい。りかりかりかいりやや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 い。むむむむ。ふふ、儀式はおしまいだ。ではあちらの部屋に連れて行け。ふ。さっきのは一体何の儀式だったんでしょう。縛りつけられて、よくわからないことをされて。私はとんでもない宗教団体に絡まされているってことですかね。私畑田陽務さんを探しに来ただけなのに。あの時に宗教団体の人の声で、一瞬意識が洗脳されていたんでしょうか。とりあえず、ここから出ないと。あれ、外で声がしてますね。あ、あれは陽務さん。やはり、陽務さんが行方をくらましたのも私を勧誘させた宗教団体の人たちですか。陽務さんも無理やり、信者にさせようだなんて。ふっふ。さあ、おいで。私たちの世界で暮らそう。おいでおいで。ふふ、こちらの世界に君を手招きしているんだ。さあ、おいでおいで。君は立派だよ。やばい、あのままじゃ陽務さんが連れて行かれてしまうじゃないですか。陽務さん。騙されちゃダメです。抵抗してください。その声はフランドールさん。ダメですよー。私はもう青空横丁に入られないんです。そしてこの人たちには逆らえないんです。信じる者は救われるんですから。ダメですって、信じても救われませんって、いいから、こっちへ来てください。陽務さん。ごちゃごちゃうるさいな。ほら、早く行くぞ。陽務さん。あれ、ここは、どこですか？でも陽務さんがいますね。ってことは、夢、いやいや。でも陽務さんが行方不明だったのは確か。フランドールさん。私、すっごい夢を見ました。怪しい人たちに連れて行かれそうになる夢です。それはそれは怖かったですね。あれ、でも夢じゃないわずですよ。だって、あの出来事が全部鮮明だったし。謎に深まることですね。でも夢か現実かどうかわかりませんね。そんな変わった体験をするなんて。とまあ、無事でよかったですね。